砂の下流には何がある？江戸だ。つまりこの武蔵堤、利根川支流の水を上流でせき止め、淡水させて洪水を起こし、下流部の大水を防ぐ目的で作られたんだ。駒川先生が言っていた中将邸と同じだ。もちろん毎度洪水になったら道民はたまらない、たまったもんじゃないけれど、でもその不満を抑え込むことができた強権政治があった時代、明治以降じゃありえないから、おそらくこれは江戸期の、しかも天明噴火の火山灰で灰が川に埋まって洪水が頻発しだした頃の後期江戸の不詳でしょ。武蔵の国にあるからじゃなくて、なんとか武蔵の神の号令で作られたから武蔵堤って言うんだ。これひどい話があったもんだな。そのうちに雲は動いて、かげろうがさーっと沼の跡を照らし、人知れず忘れられた土地は立派に光りました。僕はちょっと落ち着きを取り戻しながら、最後のピースをああでもこうでもないともてあそんでいました。答えはもう分かっていたのですが、なかなかうまく言葉にまとまらなかったのです。しからばなぜに備前堀川の河口は新設されたのか。おそらく理由は鉄道です。和戸駅開設は1899年明治32年、東武鉄道は上州方面からの労働力を東京に移送することを主目的に異例の早期に敷かれています。沿線開発の一環として和戸の駅前を沼地のまま放置するわけにはいかなかった。そこで和戸の駅前すぐを流れていた備前堀川と乳母谷落としの旧流路を駅より上流でくり抜いて古利根川に最短距離で付け替える工事が行われた。大事業のようでもありますが、その距離わずかに400メートル、人足を吸い込めば数ヶ月とはかかりますまい。それによりこれまで一つの文化圏だった乳母谷落としの上流集落と下流川集落は永久に分断され、世代が変わるうちにその一体感もすっかり消え果ててしまった。悲しいことのようでもありますが、でもその工事のおかげで下流川集落の人々の慢性的な沼地状態と貧困と非抑圧的な精神状態はかなり解消されたはずです。もちろん昔の話です。彼らの孫でさえ生きてはいない。町も正直寂れている。それでもろくに住めなかったはずの沼地に今や新しく家は建ち、ムクドリは巣立ち、暗渠は静かに雨水を流しています。忘れられても当たり前のように。中将邸は高国民や平将門の時代にまで遡る埼玉の治水の要です。そういう土地には積み重ねられてきたやむを得ない事情の集積があるものです。土地の怨念のようなものだったりすらします。あなたの告発はそれらを一気に解決できるんですか？だって先生、天下りですよ。天下りの何がいけないんです？いけないでしょう。さすなべ真紀さん。はい。あなたの家の前に沼があるでしょう。ゴロベ沼ですね。はい。そう、ゴロベ沼からの流れが北河原用水に合流して、今この大入集会所の前を流れています。ええ。その沼に流れ込んでる川がありますよね。はい、うちの前を流れてます。名前を知ってますか？いいえ。お見ないさん、あなたは？いいえ。さすなべ排水路と言います。え？どうです、さすなべ用水のほとりに住むさすなべ雄一郎氏は果たして世に言う単純な天下りなんでしょうかね。もう少し深い事情がありそうですよ。
日々は僕はうろつき続けて、こんな僻地にたどり着いた。リバー、僕は焦りすぎたのか、やたら何もかも捨てちまったけれど、シュラ、懐かしい土地なのさ、ロームソースって嗅いだ僕だけど、シェリーお前の言う通り役に立つのかわからない道のり、とぼとぼ尋ねる僕の足取りは、時には無様な影を背負っているが、リバー、ぬかるみで僕を迎えてよ、そして強く引き止めてくれよ、根を張ることを忘れた時代に。リバー、元苔あるせせらぎに土を持った。リバー、